2020年8月、私は広島のコンサートホールであるピアノと対面しました。側面にはガラスの破片が刺さっています。広島に投下された原子爆弾の爆風を受けながら奇跡的に残った被爆ピアノです。なんだろう、なんで涙が出るんだろう。原爆投下から75年、広島交響楽団はこの被爆ピアノに捧げられた協奏曲を初めて披露しました。そのピアノにはかつて持ち主がいました。川本明子さん、広島の女学校に通うピアノが大好きな女性でした。昭和20年8月6日午前8時15分、広島に原子爆弾が投下された。爆心地から1キロの場所で被災した川本明子は家族がいる御嶽への道を歩んでいた。
子、ピアノ上達したの。ほうかね。おう、クーパー先生がよう教えてくださるんじゃね。苦労してアメリカから持ち帰った甲斐あった。大切なピアノなんじゃけ。私と同い年のピアノ。ほうよ、これからも大切にしてね。あんたのピアノなんじゃけ。うちのピアノ。おう、アキコのピアノ。ようけ練習してようけ弾いてあげてね。うん、ごちそうさま。一緒に弾く。将来はピアニストじゃねえ、アキコ。うん。ピアノが弾きたい。アキコさんが生まれたのは1926年。船乗りとしてアメリカに渡り、保険会社で働いていた父元吉さんと、趣味でピアノをたしなむ母静子さんのもと、ロサンゼルスで生まれました。元吉さんが静子さんにプレゼントしたアップライトピアノは1926年製。偶然にも明子さんと同い年でした。明子さんが小学校に上がるのを機に、一家で日本へ渡ることを決意。母方の実家があった広島に居を構えます。共にアメリカからやってきたピアノを明子さんはとても気に入り、大切にしていました。広島平和記念資料館に所蔵されている21冊の日記。明子さんが日本に来た年から10年以上にわたって書き記したものです。習い始めたピアノのこと、家族の団らん、綴られているのは広島で過ごした何気ない日常です。戦争が激しさを増す中、一人の女性の日常がどのように変化していったのか、私たちは日記に書かれたエピソードや関係者の証言をもとに、明子さんが過ごした日々を脚色、ドラマとして描くことにしました。
音楽会までもう少しや。おのおのが最善を尽くせるように。ええな。はい。今日は困るじゃ。日直。姿勢正して。ありがとうございました。靴田先生、質問よろしいでしょうか。お。川本。悪いんじゃが、皆のノートを職員室に持って行っとってくれ。はい。キコちゃん、ヒロミちゃん、運ぶの大変じゃろ。手伝うよ。うん。何を見よったん？地理の竹内先生。なんでなんか書いとるんじゃろね。行こ、ヒロミちゃん、もう行こ。急にどうしたん、キコちゃん。そうなん？なんよ、キコちゃん。ピアノ以外にも好きなもんがあるんじゃね。そうなんじゃないけん。まあまあ、竹内先生は男前じゃけんね。ヒロミちゃん、行こう。ヒロミちゃん、ちょっと待ってよ。これから映画見に行かん？映画？長谷川和夫の。ヒロミちゃんはほんま映画好きじゃねえ。私いつか銀幕のスターになるの。ヒロミちゃん映画女優になる？そうよ。ねえ、アキコちゃんも見に行こうや。ごめんね、今日はピアノのお稽古があるけん。今日も？ほいじゃね。うちは一体何を考えよるんじゃろ。文句言わんと食べんさい。白米が禁止されてもう半年か。砂糖も切符制になってしもうたけんね。この先どうなることやら。あるもんで何とかするしかないの。うん、おいしいよこの大根。のんきなこと。今日は勤労奉仕か。はい、兵器庁に行きます。大変じゃの。こんな時代じゃけんね、お国のために頑張らんとね。ほうじゃね。うん、お土産買ってきて。遊び行くんじゃないで。大根おいしい。本気や。
昭和12年から始まった日中戦争は長期化し、徴兵により働き手となる成人男性が減少、国内の労働力が不足する事態に陥っていた。政府はそんな状況を打破すべく、昭和13年6月、文部省より集団的勤労作業運動実施に関する件を通達、中等学校以上の生徒に勤労奉仕を求めた。今日の勤労奉仕はこれで終わりじゃ。戦地の兵隊さん方は大変なご苦労なさっとる。感謝の気持ちを忘れちゃいけんぞ。諸君も日頃から自分のできることは何か、よう考えて行動するように。以上、解散。疲れたね、もうクタクタじゃね。自分ができることってなんじゃろうね。自家用野菜の植え付けとか。自家用野菜？自分とこで食べるように庭で野菜を作るんよ。だんだん食料も不足してきとるじゃろ。家庭科の阿部先生が勧めてらっしゃったよ。庭で野菜？ええー、ねえ。うちもやりよんよ。ナスとかトマトとか。トマト？うちトマト大好きじゃん。あきこちゃん、よだれ。トマトの味思い出しとったんよ。ねえひろみちゃん、トマトの苗ってどこで買える？横川の駅の近くにある田中で買えるよ。あの角の農園の。一本の苗から一貫目も取れるなんてすごいね。毎日トマト食べれるね。先生。川本、今帰りか。はい。それは？あ、トマトの苗です。庭に植えよう思いまして。自家用野菜の植え付けか。斬新じゃな。竹内先生はスケッチですか？お上手ですね。ああ、昔やっとってな。まあ、途中で諦めてしもったんじゃが。そうですか。たまにこうして書くんじゃ。夢ばっかり追いかけとった頃が懐かしゅうてのう。画家にはなられんかったんですか？まあ、いろいろあってな。川本、お前はピアノを習いよんじゃろ？はい。職員室でも評判になっとったぞ、川本のピアノ。音楽の靴田先生も随分褒めておられた。この先も続けるんか？できれば続けたいと思ってます。そうか。将来はピアニストじゃの。そこまでは。芸術はええの。人を幸せな気持ちにさせてくれるけん。家まで送ってやろう。ええです、ええです。遠慮すな。一人で帰りますから。ありがとうございました。今度の音楽会楽しみにしとるけえの。
お前のピアノよう聴かせてもらう。はい。ほなの。さよなら。お前にやろう。ええんですか。ああ。ありがとうございます。じゃあの。はい。姉ちゃん、ん、何植えとるんじゃ。トマト。トマト、うん、俺食べられるようになる。ちゃんと育っちゃね。だったし風かいね。あきこちゃん、お見舞い行った方がええんじゃない。なんでうちが。ええ機会じゃないね。え、そうなん。あきこちゃん、竹内先生が好きなの。違うよ、もうひろみちゃんが変なこと言うけ。どうしたんかずちゃん。うちちょっと噂聞いたんじゃけど。おめでとうございます。招集令状です。ご苦労様です。確かにお受けしました。地理の先生が20日頃応召されるので、先生は 2,3 日前から学校へ来ておられません。この度竹内茂先生が出征されることになりました。竹内先生、ご挨拶を。皆さん、こういう時だからこそ助け合うことを忘れんでください。私もお国のために全身全霊で尽くしてまいります。頑張ってください。ご武運を
お祈り申し上げます。ありがとうございます。竹内先生の前途を祝して万歳三唱をします。万歳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 。昭和16年12月8日の真珠湾攻撃をきっかけに太平洋戦争が勃発。翌年1月にはフィリピンの首都マニラを陥落させるなど、当初は優勢だった日本軍。しかし物量に勝る大国アメリカを前に徐々に劣勢を強いられていきます。やがて戦争は明子さんの日常にも影を落とします。昭和17年の4月18日には本土初空襲、広島でも初めての空襲警報が発せられました。昭和18年に広島女学院専門学校に入学した明子さん、この頃の日記には大好きだったはずのピアノに関する記述が見られません。空襲じゃ、急げ。はい。正孝、起きてよ。あきこ、準備はええね。はい。はい、急げ。母ちゃん、はよ。昭和19年の6月、日本海軍は戦艦大和、武蔵を擁し、
マリアナ諸島に侵攻するアメリカ艦隊を相手に一大決戦に及んだが敗北。本土防衛上重要な拠点であったサイパン島も陥落した。 B-29 による本土空襲が福岡県八幡から全国に広がり、日本はますます苦境に立たされていった。しようかね。ん？あ、小麦粉？大豆粉。大豆粉？うん。どうやって食べるん？さあね、初めてじゃもんね、うん、お米の代わりに配給されたんよ。なんか工夫して食べ方考えんといかんね。まずは大豆粉をご飯の残りに入れてよく混ぜる。それからよくこねて小判型に成形し、油で揚げる。ええ色がついたら完成。見た目はそんなに悪くないね。まあ食べれそう。どう？なんか複雑な味じゃな。美味しい。うまい。うまい。あんたら口に入るなんでもええんじゃろ。うん、ちゃんと音ね。喉に詰まった。慌てて食うけじゃん。お茶飲みんさ、お茶。死ぬか思った。こんなんで死なれちゃ困るぞ。勤労奉仕ばっかりで大義ね。女性に合格しとったら違ったんじゃろか。今さらそれ言う？もう2年生よ。うちが女学なんはわかるけど、あきこちゃんは絶対女性に行く思うとったわ。過ぎたこと言うても仕方ないよ。今は目の前のことをしっかりこなさんと。前向きじゃねえ。こがいな時じゃけえね。兵隊さんだけじゃのうて、うちら生徒もお国のために尽くさんといけんけんね。そりゃ分かっとるけど、
ほいでもやっぱり遊びたい。ひろみちゃん、うちの話聞いとった？3月22日、今日から3日間、兵器廠に作業。5月28日、父が寝ているので、畑の仕事をこの頃はよくする。かぼちゃの芯を止めたり、ヘチマ、かんぴょうの苗を植えたり。この頃は、夕食後も、外の仕事をするので、夜、勉強に取り掛かるのが、どうしても8時から9時になるので、情けなくて仕方がない。勉強がしたくてたまらないけど、なかなかできない。7月8日、昨夜再び、空襲警報は鳴り渡った。こしゃくな、我々は、再奮起せねばならぬ。ピアノ、全然弾いてないね。姉ちゃん。なんね。父ちゃんが畑の仕事手伝い言うとるよ。分かったよ。川本明子。はい。身長 159.1 センチ。川本。はい。ちょっと頼みがあるんじゃが。何でしょうか。婦人標準服甲型の合わせ姿を大きく書けずに書いてくれんか。書けずにですか。この選曲で物が手に入りにくくなってきたけえの。廃物を生かし洋服の無駄を省くためにも婦人標準服を普及せよとお国のお達しじゃ。そんな大切な書け図を私なんかが書いてよろしいんでしょうか。お前はこの学年一の成績優秀者じゃけえの、適役じゃ。明子さんが学校の授業で使っていたノートが残されています。広島女学院の専門学校で被服科に進んだ明子さんは服飾デザインの勉強に熱心に取り組んでいました。裁縫も編み物もとても上手だったと伝えられています。ごめんね、ひろみちゃん、手伝ってもろうて。大丈夫よ、気にせんで。綺麗な洋服着たいな。ひらひらしたスカートの。いつもモンペじゃもんね。おしゃれして買い物行ったり、映画見たり、カフェでアイスクリーム食べたり、音楽会でピアノ弾いたり。ええ、早うそんな日が来るといいね。ほんまじゃね。
秋子ちゃんだいぶ痩せたんじゃないん？そがいなことないよ。今日の体格検査じゃ身長も伸びとったんよ。はい、でも小さくなった気がするわ。気のせいじゃって。さあ、早く仕上げてしまおう。授業で参考時より体格検査が行われた。身長 159.1cm、 体重 51.5kg、 脅威 73cm であったが、昨年に比し身長は 0.5cm 増しているが、体重が 1.5kg、 脅威が 3.5cm 減じているので、気持ちが悪い。いただきます。いただきます。弟たちの分を減らすわけにはいかない。あきこ、お母ちゃんの分も食べんさい。え？そんだけでは足りんじゃろ。わしの分も食え。ええの、そんなにお腹空いとらんけん。無理しよるんと違うか？大丈夫、お父ちゃんもお母ちゃんも食べて。お父ちゃんとお母ちゃんは胃袋の大きさが決まっている。この家で節米しうるのはうちだけじゃけん。抜いた草はひとまとめにしておくんじゃぞ。あとでさつまいものつるを植え付けるけえの。陰に隠れ、撃たれてしまうぞ。ほら、はい、早せ。何をしょ、俺、早せ。姉ちゃん、おかえり。ただいま。おかえり。ただいま。見て、このトマト、うまそうじゃ。なかなかの出来栄えじゃねえ。あきこ、ほら、食べんせ。ありがとう。うん、おいしい。うまい。おかあちゃんも、お母ちゃんも。はい、うん、おいじゃ。うん、おいしいね。みんなうまそうに食いよるの。お父さんも。はい。おお、ありがとう。おお、うまい。うん。うん、おいしい。
どんな時も前向きだった明子さんですが、昭和19年の日記にはままならない思いも綴られています。勤労奉仕に加え、食料事情の悪化に伴い、家事に割く時間が増えていく日常。勉強ができない私にとって今頃一番情けないのはこのことだ。ピアノと勉強という二つの希望を奪われた明子さん。10年以上にわたって綴られた日記は、昭和19年7月13日を最後に途絶えています。昭和20年3月10日東京大空襲。300機を超える B-29 が飛来し、焼夷弾を投下。一晩で10万人が犠牲となり、100万人が家をなくした。4月7日坊の岬沖海戦。沖縄方面に出撃した戦艦大和以下6隻が沈没。5月7日同盟国ドイツが無条件降伏。敗戦の足音が近づいてきていた。ちょっと熱っぽいね。今日は休んだ方がいいかもしれんね。あ、ほら無理せんとな。夏風邪は立ちが悪いけえの、無理せんことじゃ。うん、うちは平気じゃけん。今日は税務署で勤労奉仕じゃけん、ああいう準備せんと遅刻してしまう。この頃、空襲は日本全土に及んでいた。長男信彦は神戸経済大学予科に在学中で神戸に、次男正隆は学童疎開で福山にいた。信彦も正隆もおらんけん静かじゃね。元気にしとるんじゃろうか。お前は自分の心配せえ。日ごとに空襲の数も増えとる。もう日本中ボロボロじゃ。都にして保守活動しても意味ないかもしれん。ちょっとお父さん、何言うの。ええ予感がせんのじゃ。あきこ、今日は家におれ。じゃけどうちが行かんとみんなが大変じゃけん。お前の代わりぐらいおるじゃろ。うち宮長じゃけん任されより仕事も多いけん。先生も期待してくださってるし、やっぱりいかんわけにはいかんよ。ちょ、お父さん。
秋子ちゃん。ひろみです。行きましょう。はい。今日も暑くなりそうじゃね。行ってまいります。気をつけてね。あきこ。はい。飯食えとらんのじゃろ。これなら食えるじゃろ。昭和20年8月6日の朝、明子さんは父源吉さんの反対を押して勤労奉仕に向かいました。市の中心部にある税務署での奉仕活動を命じられていました。朝8時の始業に合わせて出勤。建物の外で友達と立ち話をしている時でした。明子さんは爆風で近くにあった車の下に吹き飛ばされたといいます。傷ついた体を引きずり自宅までおよそ3キロの道のりを歩いて帰ります。町の方じゃ、町の方がやられとる。明子が。お父さん探しに行かんと。お前はここにおれ、わしが行ってくるけ。うちも行きます。静子、また爆撃に来るかもしれんので。そいじゃけど、ただ待っとるなんてできません。一緒に探しに行きます。よし。明子。明子。すいません、三滝の川本明子は知りませんか。女学院専門学校の3年です。明子。明子。明子。
秋子。ここにおるよ。お父ちゃんは？ここにおるぞ。明子。トマト。赤いトマトが食べたい。分かった。食べさせてやる。トマト食べさせてやるぞ。昭和20年8月7日、原子爆弾が落ちた翌日、明子は自宅で息を引き取った。急性放射線障害。19歳の夏だった。黙祷。
黙祷終わり。この日、私は広島を訪れました。ドラマで演じた明子さんが歩んだ道のりを感じてみたいと思ったのです。爆心地からおよそ1キロの場所で被爆した明子さん。爆風と火災によって一変した町、その目に映ったであろう光景を思い浮かべます。美しい姿を誇るお城も無残に倒壊していたそうです。静かなこの川辺にも水を求める人々が溢れていました。焼けた地面の熱を、くすぶる煙の匂いを、私は想像します。明子さんを一心に歩かせたのは、家族に会いたいという思いだったのでしょうか。橋が倒壊していたため、明子さんは対岸まで泳いで渡ったと言われています。水を飲んだら死んでしまうと、まことしやかに言われ、激しい喉の渇きにも耐えるしかありませんでした。被爆した場所からおよそ3キロ、普段なら1時間もかからない道のり。自宅がある御嶽の丘にたどり着いたのはその日の夕方でした。2つの川を渡り、家まであとわずかというところで、うずくまっているところを発見。
原爆で亡くなった明子さんの思いを今に伝えるものがあります。引き手を失い、長い間自宅の応接間に置かれていたピアノ、関係者による懸命の修復を経て、その音色が取り戻されたのは15年ほど前のことでした。被爆75周年となる今年、明子さんのピアノは明子さんに捧げる協奏曲の初披露で、その音色を響かせます。コンサート実現の裏側には、このピアノの物語に胸を打たれた多くの人たちの尽力がありました。その一人、広島市在住の調律師、坂井原博さんです。処分される寸前だったピアノを引き取って、修復を手掛けました。このピアノはなんだか人間の声に近いような、特に低音の方がですね、こうなんかとってもあったかい音がします。でこのピアノは、その弦を叩く部分のハンマーのフェルトが本当にたくさん溝がついてたんです。かなり深く溝がついてました。でそういったところから、お母様と明子様がこのピアノはたくさん弾かれてたんだなと。まあ、普通は直すと、ピアノを直すという時には新しい部品に交換するっていうことがまあ多いんですけども、まあ、このピアノの場合は結局その当時の音を出すということがやっぱりこのピアノの種だなと思ってですね、このピアノの音を聞いていただくのが、まあ、全部やり返ってしまうと、まあ、別のピアノになってしまう、とても、まあ、いい音が出て弾きやすくはなるんですけども、それだと別のピアノになってしまうので。昼間の調律の仕事を終えてから深夜まで修復作業に没頭する日々が半年続きました。支えたのはこのピアノこそ何よりも雄弁な歴史の証言者になるという信念でした。私も被爆2世で、母はその当時小学校2年生だったんですが、まあ、母の兄、私から言うとおじになるんですけども、おじも学徒動員出て、明子さんと同じように次の日亡くなってるんです。すごく明子さんのその亡くなられる時の情景が、おじと本当によく似てるので、まあ、この、ピアノを直す時ですね、やっぱり気持ちがちょっと入りました。明子さんのご両親と家族ぐるみで付き合いがあった縁で、ピアノや写真などの遺品を託された二口富江さん。教師の傍ら15年にわたり明子さんの物語を多くの人に伝える活動を行ってきました。お正月とおひな様には必ず和服を着せてたそうです。15年前、戦後60年の節目で催した明子さんのピアノによるコンサートは世界40カ国で報道され、大きな反響を呼びました。実はその60年間このピアノ弾かれなかったんですね。静子さんが蓋を開けようとしなかった。で、コンサートする時にはもうやはり60年間眠ってたピアノが蘇って音をかも奏でるようになった。でそれは亡くなった、原爆で亡くなった方たちへの鎮魂、まあ、祈りっていうことでさせていただいたんです。悲しいことに命はなくされたけれど、このピアノが残されてるって
やはり明子さんのまあ分身的なピアノなので、それを通してまあ音楽を通して の, その平和っていうことで皆さんに伝えていけたらいいかなというふうに思ってます。その音色は世界的な巨匠をも魅了します。マルタ・アルゲリッチ、現代最高の実力と評されるピアニストの一人です。被爆70周年を迎えた5年前、広島交響楽団と共演したアルゲリッチ。その時、明子さんのピアノの音を初めて耳にします。弾き始めたのはショパンのマズルカ。The piano likes to play Chopin, strangely enough. It sounds better with Chopin than with other things. Apparently this girl, Akiko, she used to love Chopin. Maybe the piano has the memory of this. Who knows? リハーサルが始まりました。ミュージック・フォー・ピース、音楽で平和をという旗印を掲げる広島交響楽団。今回、明子さんのピアノによる協奏曲の作曲を気鋭の音楽家に依頼しました。ロンドンを拠点に活動する藤倉大さんです。2019年2月、明子さんのピアノに触れるため藤倉さんは広島市北部にある境原さんの工房を訪れました。原爆という重いモチーフを扱って曲作りに挑むことになった藤倉さん。どうしても明子さんのピアノを弾いて曲を作りたいと思ったのです。こっから始めようと思ったんだけど、こっちの方がいいかなと思って、下の方が。残された日記に目を通し、明子さんの人物像を思い描きながら音を紡いでいきます。どこにでも、まあ、どこにでもいいって言ったらあれですけど、まあ、はっきり言って普通の19歳の女の子ですね、のピアノと鈴木さんの女の子が、まあ、こう生きてる時にこう原爆が落ちて、それでその次の日に亡くなってるわけですよね。っていうのはやっぱりそのどこの地球上のどこの、戦争にもその明子さんはいるんじゃないかと思うんですよ。主役はピアノ、明子さんのピアノで、明子さんのピアノで、明子さんのそのピア、明子さんと明子さんのピアノの人生ですよね、をできるだけこう調べ尽くしてですね、かそのこの2人が2人ですね、ピアノと明子さんを中心に曲をかけたらなと。藤倉さんは亡くなった人を悼むレクイエムではなく、もし明子さんが生きていたらどんな未来が待っていたかを想像して曲を作りました。曲の前半は現代のグランドピアノがオーケストラと戯れるように演奏され、明子さんのピアノは最後を締めくくります。ピアノの独奏を務めることになった萩原真美さんは広島出身の被爆三世。祖父母から被爆体験を聞いて育ちました。
明子さんがもし生きていらしたらこのピアノと共に年を重ねられてたくさんの未来が待っていたと思うんですけれども、それが叶わなかったというのは本当に、悲劇でしかありません。本当楽器が残っていて当時の音をそのまま今も奏でてくれるというのは何かこう音楽にしかできないことというのはあると思うので、明子さんのピアノの音を通して原爆があった日のことを遠い昔のこととして感じるではなくて、そのなんて言うんでしょう、こうより実感していただけたらいいなと思いますね。Thank you.
座ってみたりとかしていいんですか？勇気はないな。よく頑張ったね。このピアノは被爆ピアノではなく、明子さんのピアノと呼ばれています。